杉山志五郎杉山志五郎から1928年6月13日は日本の内務官僚、政治家、声優会系府県知事、衆議院議員、越後国出身、王将や役、小川平太の四、男として生まれ、明治27年に大倉省管理、杉山信の養子となる、改正中学、第一高等学校を経て、 1894年7月、帝国大学法科大学政治学科を卒業。同年8月、内務省に入り、愛知県属として内務部第一課長に発令された。1895年11月、文官高等試験行政科試験に合格した。1896年1月、内務属となり土木局に配属された。以後、山梨県、 神奈川県の各参事官を務める。1900年3月に休職し、自費で要行した。1902年3月、秋田県書記官に就任。以後、同県第一部長、内務省参事官、神社局県衛生局勤務、衛生局保健課長、県同局務課長、大臣官房台湾課長兼カラフト課長、大臣官房文書課長などを歴任。 1910年6月、高知県知事に就任。1913年6月、内務省衛生局長に転じ、1914年4月まで在任。1915年3月、第12回衆議院議員総選挙で神奈川県軍部区に立憲政友会から出馬し当選し、衆議院議員を一期務めた。1917年12月、 内務省衛生局長として復帰。1919年4月、関東庁に展示事務総長に就任。1921年6月、宮崎県知事に転じ、病のため1922年10月に辞任した。1927年4月、京都府知事となり、同年7月、内務次官となるが、病のため1928年5月に辞任し、翌月に死去した。 墓所は、東京や中霊園のおつ十号十川。墓石正面に、正四位、君位等、杉山志五郎、室若大母と記されている。父、小川平太の祖先は、1595年に、美州小川から越後神原郡という層、飯森杉村に移住し、その後現在の柴田一島方に移った、小川もクエモ門世紀に遡る。その十代目の小川博士は、 震災と合詞、鎌倉市、全50巻を表した。鎌倉市50巻は、国立国会図書館に蔵書されている。さらに世紀は水野絵門太夫、忠政の子であり、姉のお題は、松平広忠に課して、徳川家康の聖母となった。日本近現代人物理歴時典を出版した、東京大学出版会編集部と、日本人、 明大辞典を出版した平凡社編集総務の格、編集者宛てに後期の除石当本の写しを送付。重版の際、一月三日生6日、いつを読む男に訂正予定。なお、除石当本の内容開示を認めているので、本籍地が新潟県北貫原郡、大浅島方であること、父が小川平太、長兄が増増、長兄の長男が三、さらに、 明治27年9月杉山家の養子になったことを確認できる。1、2、3ページに経図と年代表があり世紀、増蔵と水野忠正、お題の関係及び移住の記載がされている、前古種、小川平太、古種、小川増蔵長男3、弟坊踏み平太4男4五郎。明治3年正月6日生、明治27年9月28日、 杉山の次女、若歌お園養子となるの記載がある。ありがとうございます。